じゃあ歩き方のレクチャーをいただけるというところで、はい、歩き方ですけども、いつもの歩幅と同じ感覚で歩いてしまうと自分のスノーシュー踏んづけちゃうんで、うん、気持ち、うん、足広げて歩きたいと思います、うん、このスノーシューね、つま先固定されているので普通通り歩いても感覚一緒なんですけども、うんうん、まあちょっと気持ちかかと引きずるように歩くと引っかからないでさらにスムーズに歩ける。かかと引きずるようにこういう感じでございます。そうですね。おーおーおー、だと場所によってはそれで歩きやすいかと思います。おー、なんか武将の歩き方に似とるね。さようにございますね。おうおう、少しガニ股気味で、ガニ股気味での、方向転換ですけども、うん、スキーと同じように足首をぐるっとひねってもらって、うん、回るとスムーズにいけると思います。うん、こうじゃ、こうじゃ、なんか演舞でやってる時の回り方に似とるな。おう、なんか慣れた動きじゃわしら。スムーズに歩けると思いますのでね、期待しておりますので、期待しておりますので、ガンガン進んでいきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたす。峰松殿全部真っ白なんじゃけども。よくわかんないで、僕もどこに坂があるかよくわかんないですね。こういう時に重要なのがストックです。ストックで前の、うん、状況を確認しながら歩くとさらに安全ですね。ただの杖じゃないんじゃ。安全確保のための杖ですのでね。なるほどな、こういう視界が悪い時に足元の状況を確かめながら歩くという意味では重要ですね。すでに勾配が急に、おお、この柔らかさ歩けるのがすごいですね。さよじゃな、沈みます。峰松殿の足取りが軽やかじゃ。なんじゃろこの音は。ゲレンデ整備のアセス車が帰ってきたので、あれでことのスキーの、お客様に危険を知らせるために。でかいのが、でかい、すごい大きい。なるほどな、音を出して、はい、確かに大事じゃん。今日は久しぶりの大雪ですので、うん、何回か圧雪をかけないと間に合わないという状況ですね。なるほど、早く戻っておいで、早く戻っておいで。ほむら、あんまり関係ないんじゃないか、この人スノーシューとか関係ない歩き方してる、この人でかね殿じゃなくて、ほむらが転がってしまったわ。お帰りなさい、お帰りなさいと。お腹、もう枝の下まで雪が積もっているので、なるほど、まあ、おそらく 1,2 メートルぐらい深いところに、深い、積雪が 1,2 メートルぐらいあるっていうことがね。これは先ほど、秀金殿と穂村が挑戦したところよりも深いんじゃないか、もしかしたら。おいや、これは雪が溶けた時の景色はもうバーッと変わるじゃろうな。ほう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 、やっぱり夏にも冬にも来てもらって違いを楽しむっていうのも山の楽しいところです。いいな、楽しいな、ね、これは。ちなみにこの辺はですね、天気がいい日になると動物の足跡が見れる場合もございます。天元台の冬ですと、そうですね、ウサギ、ウサギ、テン、カモシカ、リス、こんな足跡が見られます。よく見られるのはウサギですね。三角形の足跡が特徴です。後ろ足、うん、前足がこんな感じでついている。これがウサギの足跡。そうですね、こういう形で前足をこうやってつくので三角形に足跡がつくんです。なるほど、そうやって見分けるんじゃな。というか、先ほど秀金殿が峰松殿にその先には何があるのでござるかと申したら、林です、冷静に答えられず、わしはああいう流れが大好きじゃ。だな、左目が開けておるのが辛いほど雪が足を襲ってくる。いやー、いいなー。天気がいいとこの奥の方には何が見えるのですか。林です。林なれば、お二人どうぞ。よーっ、いったケーキになっておりますよ。ガトーショコラ。早く起き上がれよって視聴者は思うかもしれんけども、パウダースノーっていうのは全部わしらの力を持ってくんじゃよ。さようにございます。起き上がれないんじゃよ、ふかふかで。のう、なんか後ろからも奇襲が受けそう。ホムラ水原日立の助近則、いざ飛びまする。いやー、
犬神家じゃないか、こんなんの。さあ、ディレクターとカメラマンよ、満足な絵は撮れたのか。体張ったぞ、わしは。どうじゃ、撮れたのか。はい、オッケーのーありがとう、あ、力強い、あーあー、ホムラーホムラーおいしょおいしょ、あすごいの、こんなにの、体当たりできるとは思わなんだよ。あ、ありがとう、ありがとう、かたじけない。いや、ヘロヘロでございます。いいな。